昔来た時とかなり変わってるな。これ F2 っていうとのモデルかな。F2。すごいですね。訓練されないと。練習やってた。嬉しそうだった。うん。綺麗だな。すごいな、変なのね。うん。T4。死んじゃうの。雲の上に。パラシュートがあるの。どう？わけわからん。すごいね。いっぱいボタンがある。ボタンがあるの。こんな狭いだね、中。なんか椅子もさ痛そうじゃないこれ。ねえ。動きもし。めかめかしいね。これ脱出できるようにちゃんとパーッと出れるようになった。すごいね。ボタンもいっぱい。これ何これ。すごいね。なんかこんなボタンがいっぱいある。こんな風になってない。この機械の下がこんな風に。すごいね。これ一つのホースが穴開いたりするともう着陸できない。何でできてんだこれ。羽尖ってるね。尖ってる。もっと丸くなんか先っちょがこういう感じかと思ったの。尖ってる尖ってる。楕円形なの。これ Z エンジンだよ。でもわけわからんじゃん、線が。 Z エンジン、そう。作る人と整備すごいね。そう、整備が大変だと思うよ。何がなんだかわからんもんね。まあ専門の人はわかるんだよ。線がいっぱいだもん。本物これ。意外と今すごいじゃない。本当だね。攻撃的な絵だね。空爆だ。空爆？うん。これは何だろう。ミサイル。核じゃないか。ミサイル。核じゃないの。核じゃないよ。核だったらやばいよ。ミサイル？と違うの？違う。ミサイルは何だ。火薬じゃない。どうか。何でなんだでも。うん。爆竹のでかいやつ。毒は出るのか。毒は出る。そうだよ。出る。これがパクリだ。戦闘機なんか使ったことあるの？あ？戦闘機。戦闘機使うんだよね。今使ってるじゃん。どこで？あの敵が入ってきたらさ追い出すよ、ね。中国とか日本の領域に入ってきたら。使ってるみたい？本当に。使ってるよ。走ってるだけじゃなくて、飛んでるだけじゃなくて、ちゃんと任務を出してる。海の事故とかでこういうのは行くの？そう急な山で、うん、暑そうだね。暑いさ、大変だよ。これ F4 多分 T4。 これ T4。 これ、うん、この奥や飛行機同士の大きさに大きくなってますね。でかいだよこれ。専用機大きいね。なんで政府専用機って言うんだよ。ねえ、これこんなんだってあれだよね。だからいろんな関係者乗るんじゃない。あとよくあれじゃん、なんかあって輸送しますっていうところ日本人も、ね、車とか乗せる時も多分わ、うん、からん。アメリカとかって持ってくるじゃん車。あれ船かな、うん、大統領は。向こうの国と比べたら全然大きいね。大きいね。それは、ね、旅客機と同じぐらいの大きさだもん、すごいね。すごいこれね。
こんな近くで見るの初めてだね。これは木でできてる、木でできた飛行機だね、これ面白いぞ。VR 体験ができてるの、あ、VR 面白そうだ、目につけてる飛行機飛んでるよね、見える、うん、乗れる、あ、乗れるね、うん、乗りたいね、風が来てね、匂いがするね、なんか匂いする、大きいね、大きいね、こんな重たいのが飛ぶね、え、水の上もこれ浮くの、水の上も浮くだな、あ、浮きがついてるもんね、輪じゃないから浮きがすごいですよね、でかいね、でかいね、でかいね、頭当たっちゃうよ、当たっちゃうよ、こんな長いよ、俺こんななってるんだ、うん、近くで見れる、見れるの、見れる、見れるの初めてだね、こんな広いんだ、こんなってんだ、怖いよね、だけどこんなの落ちたら山の事故の時もこういうのが行くだよね、うん、そうそうそう、山のさ、そうなんとかさ、そうそう、あと孤立しちゃったりした時に、でもよこっち、うん、高音みたいになってるね、中が、うん、高音の素材みたいな、音がちゃんとあれじゃない、ああ、結構するのか、音、うん、風がすごいんだもんね、今料理する時、そうだな、コックピットもちゃんとあるし、よくこういうとこからさ、吊るしてさ、ね、こうやって抱っこして、あ、こいつじゃないな、多分、うん、穴開いてないもんね、横に、大きい浮き、浮きがついてますね、こんだけ大きいのついてりゃこのヘリも浮くんでしょうね、重たいんだけど、これ何ちゅうやつだ、大きいね、これも、ね、さっきより大きいよね、なんかこの上にも乗ってる、あのラピュタみたいにこの上にも乗ってるこの上にか、風がすごいだね、すごい、止まってられんよ、止まってられんよ、でもこれ止まってられるぐらいの人が、あんなトム・クルーズみたいにあんな、あ、そうだ、ね、掴んでられんすか、一生なんとか、うん、こうやって跳ねに、そう、尻がすごいです、ね、行ってみましょう、次すごいな、アフターバーナーがここから出るんだろうね、 F4 マッハ 2.2 2.2 って音の速さの2倍だ、2倍ある、うん、すごいですよ、これ、Z エンジン、このエンジンはイギリスとフランスの共同開発エンジンで、航空自衛隊が採用した最初のアフターバーナー付きターボファンエンジンだ、支援戦闘機、これ速さがマッハ 1.6、 マッハ 1.6 なんだって、これ速いんだろうね、これカラフルだね、これブルーインパルス、シオか、うん、これは本物じゃないってことね、3台のブルーインパルス、ブルーインパルスはあれ13m、ちっちゃいやね、意外と、うん、これ外にあったのと同じだね、違うかな、
F16F 戦闘機、戦闘機かこれ、うん、VR 今見てきましたけどね、もうブルーインパルスやってる人はすごいね、あのどっちが上だか下だかわからんから、何回も何回転もするもんでね、うん、さっき上に通じちゃった飛行機が真上にあります、うん、すごいねこれ、ちょっと紙紙かし、これを作る会社は別にあった、うん、なんか会社会社なんだ、圧縮装置と燃料を混合して燃焼させる、ガソリンじゃないし、うん、1800度から2000度です、うん、そこからアフターバーナーが出てくるんだよね。そう。